こんにちは、みんな。私は今年80歳になりますが、これまでの歩みを振り返ると、60歳の時に知っておきたかった貴重なことがたくさんあることに気づきます。今日のビデオでは、工藤新一という男が生涯を通じて経験した個人的な教訓、経験、実践的な考察を皆さんと共有したいと思います。これらのシェアがあなたに新しい視点をもたらし、 私たちの生活がより有意義で充実したものになることを願っています。彼は後悔してこれらのことを言っているのではなく、この段階に入っている私たちが耳を傾けて、手遅れになる前に自分たちの人生を変えることができるという希望を込めて言っています。ぜひ私と一緒にこの旅を始めてください。1、あなたのエネルギーを奪う人々に注意してください。61歳になった時、新一氏は、 これまで無視してきた周囲の人間関係の質の重要性に気づきました。中年の頃、彼は親しい友人、同僚、近所の人がたくさんいることを誇りに思っていました。しかし、それらの関係の全てが肯定的なものであるわけではないことに彼は気づいていませんでした。彼は特に、いつも不平を言い、否定的な話を持ち込んで、会うたびに彼をさらに、疲れさせた友人のことを覚えています。 新一さんは最初、話を聞くことでこの友人を助けているつもりだったが、後に自分が負の感情のスパイラルに引きずり込まれていることに気づいた。数年後、彼は誰もが良いことをもたらすわけではなく、時には私たちの精神エネルギーを消耗させるだけの人がいることに気づきました。元に戻れるなら、利己心からではなく、自分自身の平穏と精神的健康を守るために、人間関係をより慎重に、 選択するでしょう。新一さんは、60歳になったら人間関係を見直すべきだとアドバイスした。会うたびに自分がどう感じるかに注意してください。幸せで興奮していると感じれば、それは前向きな関係です。逆に、疲れやストレスを感じている場合は、境界線を設けるか、その人と過ごす時間を減らす時期かもしれません。最後に、新一氏は、 新しい関係に心を開くことを恐れないようにと私たちに励ましました。なぜなら、その前向きな。姿勢こそが、今後数年間の人生をより有意義で幸せなものにしてくれるからです。二、自分のルールに従って生きる。五十代になると、私たちの多くは社会、家族、同僚からの期待の下で生活することが多く、これは本当に私が望むことなのか、と自問することはほとんどありません。 新一氏もかつてはそうした人々の一人で、いえ、高級者、輝かしいキャリアといった社会的象徴を通じて成功を追い求める人生を送った。しかし、心の奥底では常に何かが足りない、説明しにくい空虚感を感じていた。80歳になった今、彼は当時自分が自分の価値観ではなく他人の基準に従って生きていたことをはっきりと理解している。もし戻ることができれば、 外からの圧力に束縛されることなく、真に生きる自由が得られるだろうと彼は語った。彼は、成功とは財産やキャリアだけではなく、自分の価値観や欲望に従って生きることにあることに気づきました。彼は、50歳になった私たちにはまだ自分の進む道を振り返る時間があるとアドバイスしました。この人生は本当に私が望むものなのか私は他人の期待に依れて生きているのだろうか 彼はアドバイスした。彼によると、小さな一歩から変化を始めましょう。一度忘れてしまった情熱や価値観を再発見することです。これは幸福感をもたらすだけでなく、不必要な束縛から解放されることにもつながります。彼はまた、自分自身に忠実になるよう励ましてくれる協力的な人々に囲まれることの重要性も強調しました。彼らは、 私たちに固定観念に従って生きることを強制するのではなく、真の価値観に基づいて成長できるようにサポートしてくれる、感謝に値する人々です。最後に新一氏は、自分のルールに従って生きるということは、社会や愛する人たちに対して無責任になるということではない、と思い出させてくれました。コミュニティの中で積極的な役割を果たしながら、自分自身に忠実であることのバランスを取ることです。 このことに気づくのに人生の。終わりまで待ってはいけません。振り返った時に本当にやりたいことを生きて後悔しないように、今日から始めてみましょう。3週間は慎重に選びましょう。50歳になると、すべてがうまくいっているように見えるため、多くの人が日常生活にあまり気を配らないことがよくあります。新一さんもそうです。彼はストレスを解消するためにタバコを数本吸い、 夜はウイスキーを一杯飲んでリラックスし、利便性を考えてインスタント食品を選ぶことがよくあります。彼は、望めばいつでも変わることができると信じています。しかし、80歳になった彼は、それらの小さな習慣が積み重なり、生活に深く寝つき、知らず知らずのうちに健康に影響を与えていることをはっきりと理解しました。新一さんは、最も後悔しているのは、習慣は固定化してしまいやすく、 60歳、70歳になってからそれを変えるのは若い時よりもはるかに難しいということに気づいていなかったことだと語った。もし元に戻れるなら、それぞれの選択にもっと慎重になるだろう。なぜなら、今日は単純なことでも、後でより、複雑になる可能性があるからである。彼は、60歳になった今、将来に向けて調整し、良い習慣を築くにはまだ十分な時間があるとアドバイスしています。 まず、毎日の習慣をすべてリストアップし、維持する習慣、変更する習慣、削除する習慣に分類します。それぞれの習慣の長期的な影響について自分に正直になることが重要です。新一さんは、悪い習慣を排除しようとするのではなく、それらをより健康的な選択肢に置き換える。ことを学びました。彼は禁煙を決意したとき、無糖のガムを噛み始めた。 彼はアルコールをやめると、夕方にはハーブティーに置き換えました。小さな定期的な変化は、ストレスのない健康的なライフスタイルを維持するのに役立ちます。一度に全てを変えようとしないでくださいと彼は強調しました。小さなステップから始めて、変える習慣を選択し、それを続けてください。良い習慣を築くことは短期間で達成できるものではなく、生涯にわたって取り組む必要があります。 4. 運動は最高の自然療法です。50歳になると、特に健康状態が安定している場合には、運動はそれほど重要ではないと考える人が多くなります。新一さんもそう思っていました。忙しくて疲れていて、健康状態も良くないと感じていたため、彼は運動はあまり必要ないと考え、運動をサボっていました。しかし、80歳になった今、 彼はそれが大きな間違いだったと認めています。新一氏は、もし時間を戻せるなら、フィジカルトレーニングを決して欠かさないだろうと語った。運動は体型を維持するだけでなく、健康全体の鍵でもあり、心臓を健康に保ち、骨や関節を柔軟に保ち、心に明晰さをもたらします。もし彼が早期に運動を始めていたら、現在の骨、関節、 可動性の問題の多くは予防できたかもしれません。さらに、運動はうつ病やストレスと戦うのに役立つ自然な方法でもあります。彼は、若い頃、仕事のプレッシャーだと思って悲しくて、疲れていたことを思い出しました。しかし、定期的に運動することで、霧が晴れたかのように頭がすっきりしました。新一氏は、50歳になっても、体はまだ十分に強いので、 長期的な健康の基礎を築くことができるとアドバイスしました。1日15分のウォーキングから始めて、徐々に強度を上げていきます。エアロビクス、ウェイトトレーニング、柔軟運動まで、様々な形式の運動を組み合わせることで、総合的な健康維持に。役立ちます。運動を義務として捉えるのではなく、自分を大切にし、より充実した健康的な生活を送るための方法として捉えてください。 五人間関係は幸福への鍵です。五十歳になると、多くの人が仕事のサイクルに巻き込まれやすく、誤って自分のキャリアが家族や友人との時間を優先させてしまいます。新一さんもそうで、家族の将来のため、という信念を持って常に仕事を優先していた。会議、家族の食事、友人との集まりは、別の機会に埋め合わせられると考えて、後回しにされることがよくあります。 しかし80歳を超えた時、失ったものはもう、取り戻せないと悟った。新一さんは、もし戻れるなら、愛する人たちともっと多くの時間を過ごしたいと語った。彼は子供たちの誕生日、暖かい夕食、そして給油に会う機会を逃した。幸福を生み出すのはその瞬間であり、キャリアの成果や稼いだお金ではありません。彼は、 家族関係と友人が最も永続的な幸福の源であることに気づきました。彼は50歳になった今でもこうした貴重な関係を構築し強化する機会はまだあると。アドバイスしています。愛する人たちと充実した時間を過ごし、真剣に耳を傾け、共有し、深いつながりを築きましょう。新一氏は人生における重要な人間関係の棚卸しをして、 その人間関係に本当に十分な努力を捧げてきたかどうかを確認するよう確認に進めました。彼は、家族や友人からのサポートは喜びをもたらすだけでなく、身体的及び精神的健康にも有益であると強調しました。強い社会的関係を持つ人々は、多くの。場合、長生きし、病気になることが少なく、困難に容易に対処します。最後に、 関係を更新したり拡大したりするのに遅すぎるということはない、と彼は共有しました。家族や友人との思い出は、人生を通して大きな安らぎをもたらす最も貴重な財産です。6. 睡眠は最良の薬です。若い頃は睡眠の重要性を過小評価しがちですが、特に60代になると、一日の終わりに、取り戻せると信じて夜更かしする習慣があります。週 新一さんもその一人だ。当時、数時間の睡眠不足は意味がないと考えて、仕事をするために夜更かししたり、好きな映画をもう一本見たりすることが多かった、と彼は回想した。しかし、これらの習慣は徐々に彼に負担を与えました。新一氏は、8十歳を迎えた。時、睡眠は体を休める時間であるだけでなく、精神を回復させ、 新しい一日に向けてエネルギーを再生する時間でもあることに気づきました。彼によれば、眠れない夜は時間の経過とともに静かに彼の健康を損なっているという。心血管疾患、糖尿病、記憶喪失は老後に付きまとうものとなっており、もっと早くに睡眠について知っていれば、これらの病気を部分的に軽減または予防できた可能性があると彼は考えています。新一さんは、老後、 もし戻れるなら睡眠を日常生活の欠かせない部分として優先したいと多くの人に語った。彼は科学的な睡眠習慣を構築し、体が本当にリラックスして回復できるように毎晩少なくとも7時間を費やします。就寝前に気が散る電子機器の電源が切れ、寝室の空間が静かで快適な場所になり、より深い眠りにつきやすくなります。さらに、不眠症や大きないびきなど、 睡眠に関する問題を抱えている人がいる場合は、それは注意を払い。直ちに治療が必要な兆候であると考えてくださいとアドバイスしました。これらの一見小さな問題は、より深刻な病気の兆候であり、将来の健康上の問題の原因である可能性があります。新一氏は、睡眠は単なるダウンタイムではないと信じています。それは体が再生し、 精神がすべての記憶を整理する機会であり、免疫システムが最も自然に強化される時です。彼にとって、睡眠は長期的な健康と幸福を維持するための最も、基本的かつ重要な基盤の一つです。次世代への彼のアドバイスは、今日から睡眠を大切にすることです。私たちの体が本当に生まれ変わる貴重な時間の価値を理解するのに手遅れになるのではありません。80歳を超えても、 私たちが充実した幸せで健康的な生活を送るためには、睡眠は不可欠な要素であり、長期的な投資であると考えてください。最後に、お金は幸福をもたらすものではなく、安全をもたらします。50歳になると、お金を稼いで使うことが成功と幸福の証だと多くの人が信じています。新一さんもそう思っていました。キャリアの絶頂期には、彼は多額の収入を得て、高級車、 高価な衣服、豪華なディナーなどの贅沢品に躊躇せずにお金を冷やしました。彼は、絶え間ない努力の結果、自分にはすべての価値があると信じています。しかし、80歳になった今、新一さんは、お金が本当の幸せをもたらすわけではないことに気づきました。さらに価値があるのは、経済的安全です。彼は、もし50歳に戻れるなら、 月収の少なくとも10%をもっと貯蓄して、贅沢品がなくても安心できる強固な経済基盤を築きたいと語った。彼は、積立金を持つことは人生の出来事に対処するのに役立つだけでなく、支出では得られない平安感ももたらすことに気づきました。新一さんは貯蓄の他に、財務管理や長期投資について学ぶことを進めています。彼は、本当の富は贅沢な物質的なものにあるのではなく、 財政が安定しているという安心感の中にあると強調しました。振り返ってみると、最も貴重な瞬間は高級車や豪華な食事からではなく、家族や友人との瞬間から生まれることに気づきました。このビデオの結論は、穏やかに思い出させるものです。おそらくあなた自身も、私たちの人生を本当に形作るのは、大きな決断だけではなく、日々の小さな行動であることに気づいているでしょう。 彼のアドバイスは人的な教訓であるだけでなく、人生の各段階でより充実してマインドフルに生きるのに役立つ貴重な指示でもあります。変えるのに遅すぎるということはないと新一氏は断言する。私たちが何歳になっても、最初から。やり直し、自分に正直に生き、有意義な人生を築く機会はいつでも与えられています。彼の言葉は、 人生において本当に大切なものは何かと私たち一人一人に問いかける、優しくも力強い誘いとして響きます。彼は、時間をかけて前向きな習慣、強い価値観、誠実な人間関係を築くことを進めています。人生は数えきれないほど曲がりくねった長い旅であり、どの道が正しいかを決める権利は私たちだけにあります。成功や、キャリアではありませんが、 心の平安こそが充実した人生の最終目的地なのです、と新一氏は語った。彼にとっての成功とは、富や名声など社会が評価するものではなく、私たちの本質や最も深い夢に忠実に生きることにあります。それは、仮面を被ったり、誰からのプレッシャーに耐えたりする必要もなく、自分らしくいられる幸せです。毎日が贈り物であり、あらゆる選択が未来に向けて巻く種なのです。あらゆる決断は、 どんなに。小さなものであっても、人生の家を建てるレンガです。行き通りの代わりに愛を選択し、執着の代わりに許しを選択し、後悔に溺れる代わりに認識を選択してください。私たちが今日行う選択は、明日の私たちを形作り、これからの長い道のりにおいて貴重な荷物となるでしょう。新一氏は、私たちが後悔して振り返る必要がないように、 その経験を自分の人生に応用できることを願って、生き、学び、そして今伝えています。自分のために、生きなさい。しかし、他人を愛することを忘れないでくださいと彼はアドバイスした。時間をかけて周囲の人間関係を大切にし、小さな争いで貴重な時間を無駄にしないようにしましょう。世界がどう変化しても、自分が信じる価値観を粘り強く構築してください。 人生は大きなキャンバスであり、それぞれの選択は一筆書きです、と彼はメッセージを締めくくった。自分の絵を描きましょう。他の人の筆跡で。塗りつぶされないようにしてください。だって結局、振り返った時にその絵の価値を決めるのは自分たちだけだから。このビデオが役に立ち、行動を起こすきっかけになると思われる場合は、ワンとコメントしてください。そうでない場合は、 ゼロとコメントしてください。あなたのコメントは、私たちにとって非常に重要です。ご健康とご多幸をお祈り申し上げます。このビデオをご覧いただくために、貴重なお時間を割いていただき。ありがとうございます。こんにちは、また会いましょう。